マーカのおしゃべりサロンへ。こんばんは、ボーカルのマーカです。ラパーのゆかです。こんばんは。今夜のゲストは表現家の佐藤智之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。佐藤智之さんは以前、マーカのおしゃべりサロン第34回のゲストでおいでくださったワンマンバンドシンガーソングライターギタリストのカズさんのご子息でいらっしゃいます。現在大学2年生の学生さんで海洋学を専攻されておられます。近々初めての個展をされるそうで、今日はそのお話を詳しく伺います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めまして、佐藤智之と申します。はい、ですね。マーカさんから紹介していただきまして、明日の、11月15日から、10月17日です、ね、の3日間にかけまして、非道にありますアートルーム企画室というところで初めての個展、壊れた窓からプレコロナからポストコロナへを開催いたします。うん、で、会場はですね、明日は18時からやっておりまして、19時からはオープニングパーティーと題しまして、父の演奏がありますので、皆さんぜひご時間がありましたらいらしてください。どれぐらいの時間やるんですか、オープニングパーティーの演奏は。そうですね、結構たっぷり時間を取っていて、約1時間程度、お時間を準備しておりますので。はい、たっぷりですね。何曲ぐらい歌われるんでしょうね。そうですね、聞いた話ですと10曲程度。おメインライブコンサート。なかなかのボリューム。はい、そうですか。はい、でその、テーマが壊れた窓からプレコロナからポストコロナというテーマで、はい、どんな絵を描かれたんですか。見せていただいても大丈夫ですか。あ、わかりました。じゃあ今回出展させた作品を一つ紹介させていただいております。はい、今画面映りましたでしょうか。映りました。はい、ありがとうございます。私の作品はですね、2022年、高校3年生の時に制作した、森の命という作品になります。森の命。この作品はですね、長野県の青木村にあります信州昆虫資料館に行われた、山田康史&大虫展に出展させていただいた作品になります。うん、展覧会に応募した作品ということなんですね。はい、作品応募しまして、1ヶ月程度ですね、そちらの資料館の方で展示させていただきました。この作品の題材が、すみません、失礼しました。どうぞどうぞどうぞ。はい、作品の題材がですね、森の命というその題名から、その巨大な木々柄、小さな昆虫っていう、その森全体の生命感というのをテーマに絵画化していきまして、で実はこの絵には少し秘密がありまして。秘密。はい、はい、隠し絵になってるんですね、実は。ほう、隠し絵なんだ。隠し絵、はい、そうなんです。一見すると、うん、鶴が下から垂れていて、苔などが入っている木々の写真絵画に見えるんですけども、はい、実はよーく見ますと、蛇ですとか少女ですとか、よく見ると人の顔があったりといったいろんな隠し絵があったりします。人の顔、人の顔、
あら、ヘビ、どこだ？ヘビは鶴っぽいのがいっぱいあって、どれもヘビに見えますけど、そうなんです。ということじゃないですよ、ね。はい。せっかくなので、じゃあ一つ、ご紹介しようと思います。はい、はい。一つ目、あの顔が2種類ありまして、一つ目の方がですね、ぐぐぐと拡大していきまして、はい、中央部に映ってる部分なんですけども、うん。どれだ？ちょうどですね、この部分が、今丸で印をつけさせていただいたんですけども、はいはいはい、よーく見ますと、あの、人のですね、顔が、あ、目が、あ、ん、はい、目と口と鼻って感じですね。あったあったあった。ありましたか？ありました。ペンで描きますね。はい。ちょっと不格好ですけども。おこういった形でですね、目をつぶった、はい、あの、うん、人間の顔が、実はこの木の根っこに隠れているんですね。うん、へぇ、はい、面白い。他にもあるんですか？うん、そうですね、例えば動物もありまして。動物、はい、動物動物じゃあなんか探しちゃいますよ、これ。そうなんです、少し拡大してきまして、はい、うん、ここを一緒にするとスターが叩いてる部分なんですけども、はいはい、よーく見ますと、実は鹿がですね、います。はい。鹿？ちょっと丸をつけますが、皆さん見えてきますでしょうか？いた。あ、鹿に見えてきました。左向いてる。はい、そうですね。左を向いていまして、うんうん、円の左上のとこはあの鼻。で、その延長線に目がありまして、うんうん、うっすらと、はいはい、あのシルエットが濃い緑で、あの、うん、描いているのが鹿になります。うんうんうん。あら、面白い。本当だ。本当だ。はい。へぇ、大体全部で15、6個、あの、実はこの絵には、いろいろモチーフが描かれていまして。そんなに？そうなんです。うーん、なので、全部今回ご紹介できないんですけども、ぜひ、皆さん方は、実際にお手にいらして見ていただければ、ね、現物を見てじっくり見ていかないと全部を探し出せないですね。これはちょっと時間かかりそう。うん、面白い。面白いですね、はい、すごい。こういった作品を描かせていただいてます、おー、うん、これを飾ってあるということですね、はい、そうですね。では他にも見せていただけますか？あ、わかりました。じゃあもう一つ紹介してきます。はいはい、はい、この作品なんですけども、今回の個展には出展しないんですけども、あ、はい、私 の, あのルーツといいますか、描き始めたきっかけの大事な作品なので、ここで紹介させていただきたいと思います。はい、皆さん画面に映りましたでしょうか？映ってます。はい、ありがとうございます。はい、こちらの作品がですね、小学4年生の時に描きました。太陽という題名の作品になっています。太陽、4年生、はい、10歳ですね。10歳です。今20歳なので10年前なんですけども、あら、太陽を描く、びっくりしますね。これはなんか油絵の具みたいなタッチに見えますけど。そうなんですよ。これどうなってます？当時はですね、当時とこの作品自体が、あのボール紙ですね、段ボールというのはボール紙の上に、ボール紙、はい、ボール紙に油絵ではなく、実はこれ水彩絵の具なんですけども、はい、あのふんだんに水彩絵の具を使った上に、うん、あの画面に散りばられて白い紐のようなものがあるんですけども、はい、実際に紐でして、はい、ボンドにつけて、あの貼り付けたような作品になってます。あら、へー、なるほど。じゃあある程度こう色塗って描いた上に、うん、最後に紐を、はい、紐を乗せて完成させたという作品ですね。え、どうしてそういうのにやろうと思ったんですか？そうですね、なんとなく紐なしでもよかったと思うんですけども、うん、もっとなんか太陽の躍動感といいますか、うん、なんかそういうダイナミックなものを表現したいなと思って、うん、はい、やっぱ絵の具で描くにも限界があるなぁなんて当時と思っていたので、ここはやってやろうと思いまして、やってやろう、つけさせていただきましたね。おー、あら、ね、先生の反応とかどうだったんでしょうね。そうですね、びっくりしたんじゃないですかね。この作品自体は図画工作 の,、うん、あの授業の中で同級生たちを作った作品なんですけども、うんうん、はい、いわゆる授業の中であの、
と共通の題名で、じゃあ太陽をかけましょうという中だったので、もうみんなの作品もすごくいいんですけど、うん、先生はやっぱこういうかけた学年でも一人だけだったので、うん、面白いねーっていうあのコメントをいただきました、ね。そうですね、それはいいと思うわ。そうでしょ、そうなんですね、はい、あら、でも、うん、このやり方にしようと思うっていうのが、うん、思いつくのがすごいですよね、うん、すごいですね、うん、だってほら大抵太陽つったらさ丸描いてピッピッピッって、うん、ね、私たちが出てて何だったら顔描いて怒られるっていうね、ニコニコ笑って顔描いて怒られるっていう、そう幼稚な絵を描くなんて私昔笑ったんです。いつ頃から描いてらっしゃるんですか？そうですね、絵はですね、もう物心がついた時からずっと描いてまして、うん、もう幼稚園でもいろいろずっと、まあ授業の中ですけどもいろいろ描いたりですとか、うん、家に描いてクレヨンだとか鉛筆とかで、うん、もう片っ端からあの画用紙にこう塗りつぶすような感じで描いたりもしまして、うん、ずっと今見ていただいた太陽の作品も結構カラフルなというか、うん、僕は印象的だと思うんですけど、そのカラフルな色彩感覚というのか、うん、それとも結構昔からずっと自分だけ持っているものでして、うん、幼稚園の時のまた図画考察の授業ですけども、ちょうど節分の時期でして、うん、はいはい、あの皆さん鬼を描いてみましょうという、うん、あの授業があって、大体皆さんやっぱ思いつかう鬼って言ってやっぱ単色の鬼というか、うん、赤鬼、青鬼、うん、緑鬼で、うんうんうん、角が1本か2本かみたいな、うん、角が一般的だったんですけど、パンチパンまでね、はい、パンチパン、そうです、パンチパン、もう裏のパンツ履いてね、そうです、裏のパンツで、そう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 、一般的なんですけど、うん、なんせかその時当時虹色の、鬼を描いたんですよね。虹色、はい、肌が虹色のを描いてまして、基本的には本当にだから赤が特に目立つ色なんですけど、それにも青ですとか緑ですとか黄土色ですとか黄色とか、うん、そういったものなんかふんだんに使ったというか、うん、そういうものが昔からありまして、それが今でも何ですかね、なんか感覚的に持っていて、うん、ずっと追いかけ続けてると言いますか、うん、いう状況ですね、うん、へえ、はい、幼稚園の時の鬼ももうそんな感じ、そうですね、なんかカラフルなんですね。そうです、小学校でもそうですね。うんうんうん、小学校の時だと、もう一足、小学校の時に作成した作品がありまして、うん、ちょっと見ていただきたいんですけど、はい、ぜひぜひ、うん。はい。この作品はですね、映りましたでしょうか。かっこいいんですよ。はい、ありがとうございます。めっちゃかっこいいんですけど。はい。この作品、小学6年生の時に描いた、うん、自画像なんですよ。自画像、はい、どうしてこうなるのかな、はい、自分でもこれもう一回描けないんじゃないかって思うぐらい、なんか、うん、自分で見てもなんだろうと思うぐらい、なんか、なんですけど、はい、描く時はもうきらめいちゃって、これでいくって、そうですね、迷いなく描く、多分迷いなく思いっきり描いていただいたような気がしますね。で、特に今でもなんとなく感覚的に覚えているのは、目の左右の色が違うんですね、うんうんうん、画面から見て右側の方が少しカラフルな目をしていて、うんうんうん、左手の方が少し曇ったような目をしていると思うんですけど、うんうんうん、なんとなく当時鏡を見ながら描いたんですけど、うんうんうん、当時の小学6年生の時って自分はなんとなく片目が輝いて未来は楽しいなって、そんな方が肌を感じて、逆に片目はちょっと内面的に暗いというか、うん、そういった感覚を多分持っていて、多分それに反映したんですけど、うん、なのでよく見ると、はい、その右目というかカラフルな目の右側に幸せとか未来の実っていう感じが実はオレンジ色で書いてあるってことですよね、はいはい、あ、はいはいはい、はい、で一方、暗い目の方ですと、うん、過去とかちょっと感じが違うかもしれないですけど、でもそんな感じの、はい、感じが、はいはい、右側の、はい、自分の内面を出すっていう、ね、なんかすごくなんだろう、やっぱ思春期のそのいろんなこう自分の中のこう、ね、いろいろ芽生えてきてこう葛藤とか、やっぱりこう未来の憧れとかそういうのが全部こう内混ぜになったのがこうバッと全体に溢れてる感じしますね。
へえ、うん、こういった作品も作りましたね、うん、はい、あ、そう、ありがとうございます。本当にもう迷いなくこれでいくみたいな、うん、迷いはないですね。なんか筆が先に動くというか、手が動くような感覚がすごいですね。何かこう、何かに影響されたとかそういうことあるんですかね。あ、ありがとうございます。それはですね、ちょうど話そうと思ってたんですけども、岡本太郎さんっていう芸人がいらっしゃった、有名なのが大阪のあのこう立ってる万博にあります、太陽の塔っていう、うんうん、有名だと思うんですけども、はい、その岡本太郎さんにかなり影響を受けている部分がありまして、うん、でも世代が違うでしょ。そうなんです、全然生まれる前ですし、うんうん、あんまりテレビとか出てたわけでもないので、うん、でも実際その色彩感覚とか、ね、カラフルなものっていうのは太郎さんの作品を見て影響を受けてっていうものでなくてですね、うん、実際太郎さんの作品に触れたのがですね、中学3年生なんですね。あの今の絵を描く後、ずっと後、うん、あとずっと後ですね、うんうんうん、に太郎さんの作品に出会いまして、うんうん、なんとなく岡本太郎っていう単語とか芸術は爆発だとか結構有名な言葉がなんとなく知ってたんですけど、うんうん、ある時ふとなんか岡本太郎っていうなんかワードが頭にと言いますか、うん、心に浮かんできまして、うん、ここから調べていって、うんうん、太郎の言葉じゃないですけど、なんだこれはとなんだこれはというあの衝撃を、まあ、当時のあの友幸少年はですね受けまして、友幸少年は、はい、衝撃を受けまして、でもういても立ってもいられず、あの、うん、彼の岡本太郎記念館っていうのがですね、うん、東京の南青山にありまして、うん、あ、ありますね、そこにあの行かせていただいたりですとか、あと川崎の方ですと美術館、うん、大きな美術館がありまして、うん、はい、そこに実際足を運んで生で彼の作品を見ましてですね、うん、あ、これはすごいなと、なんか言葉でうまく説明できないんですけども、うん、その生命力というかその溢れる中広がっていくような感じがしまして、なんか自分にちょっと似てるというか難しい感覚があるのかななんて思って、そこから絵はもっと好き、もともと好きだったんですけど、もっと描きたいなっていう中で、あの、高校では美術部に入れまして、あの、水彩以外の油絵ですね、そういったものにも挑戦して、まあ、今回個展にも至るっていう感じですね。うんうんうん、そうですか、はい、じゃ あ, あの古典には油絵の作品なんかもあるわけですね。はい、あの、うん、3点ほど用意しております、うん、どうですか、はい、なんかもうちょっとまた見せていただけたり。あ、そうですか、せっかくなんでお値段なんかしちゃったり、せっかくにご紹介させていただきます。見たいです、見たいです、いえいえ、油絵ですと、そうですね。じゃあ今回出品する作品の一つを紹介します。はい。画面切り替えましたでしょうか。これは？ん？これは。はい。まあ、あの、黒い丸に見えるんですけども、はい、あの、一応、あの、題名が演奏という題名でして、はい、あの、楽器を演奏する演奏ではないんですけども、はい、あの、丸ですね。丸い円。面という感じに、相談の層ですね、姿、はいはいはい、で、演奏という題名なんですけども、もともとこれあの、インスピレーションといいますか、題材がありまして、うん、あの、お茶ですね、お茶とかあの禅宗の掛け軸で、もともと本当にこう全く同じような、もっとシンプルなんです、筆で丸を描いた掛け軸がありまして、うん、それが実際演奏というものがあって、初めてそれを見たときに、あ、日本にもなんか、こういうなんか、抽象的だというか、だけど深いような面白いものがあるんだっていうものに、あの、高校生のときに衝撃を受けまして、自分の絵の解釈で少し描いてみようかなと思い、あの、書かせていただきました。あら、そう。はい。そっか、なんかこう、同じものを見ても、そっからまた、自分でまたね、それを広げるって、誰か見ても、へーって終わっちゃうけど、それ自分のインスピレーションにするっていうところがやっぱちょっと違うのかな。そうなんですね。なるほど。これが油絵なんですね。そうですね、これが油絵で、うんうん、今回出展する作品で一番大きい作品になりますね。
これはどれぐらいの大きいんですね。そうですね、うん、縦がだいたい人の上半身より少し小さいか大きいかぐらいの大きさなので、結構見応えはある、はい、あ、そんなに大きいですね、はい、こういうのってさ、描くのも体力いりますよね、大きいキャンバスを描くって。そうですね、でも実はこれ油絵の書状作でして、こう、はい、そうなんですか、で、小冊の上にさ、書筆と言いまして、もうちょっといじってみたいなと思って、はい、うん、いじった後がこの先なんですけども、あらあら、なんとなく描きたいなーっていうものが脳内に浮かんで、うんうん、その時は一旦すぐにキャンバスに行って描くというよりも、紙ですね、紙の方に鉛筆と紙で、うん、あのドローイングを重ねてって、その脳内のイメージといいますか、そういったものと、うん、実際手元にある紙の上のものが一致というか似てるかなっていうのを何回も繰り返しながら、うんうん、あ、これだとピンときたらキャンバスに向かうっていうのが最近の傾向ですね。へえ。いつも書いてる感じなんですかね、ペースとしては。そうですね、最近は一作品とか、なんかそういうコンスタントにとか、うん、そういうわけでもなく。そうですね、キャンバスに向かって書くのは結構時間に制限があるので、なかなかまとまった、うん、まとまった時に一気に制作するんですけども、うんうんうん、ドローイング、鉛筆を使ったドローイングに関してはもうかなり積極的に行ってまして、うん、多い時はですね、だいたい1枚 B5 のドローイングの紙があるんですけど、それが80枚あって、うん、一晩のうちに80枚が切れるっていうことがありました。びっくり、そうなんだ、すごい、どんどんインスピレーションが湧いて、とにかく形にしないと忘れちゃうので、丸くでもどんどん書いていって、ね、一晩で1冊や 1.5 冊ぐらいなくなった時はありましたね。あ、そうなんですか、はい、そうですか、はい、なんで総勢今80枚の冊子が20何セットある形なんで、うん、約1000枚は超えてるかと思います。あ、そう、はい、じゃあそのこの度の個展にもそういうのもあったりするのかしら。そうですね、実際にドローイングの作品といいますか、うん、展示というよりもファイルで持っていくので、うん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 、皆さんが自由にご覧できるような形でご紹介しようと思ってます。なるほど、ね、そうですか。でそのこの度のその展示の話にちょっとまた戻りますけれども、はい、なんかテーマのその話なんかもそうですね、していただければと思いますが、はい、ちょうどプレコロナからポストコロナということで、うん、当時、うん、新型コロナウイルスが流行し始めたのが2020年、うん、今から4年前なんですけども、うん、ちょうど今現在20歳で、当時が中学3年生か高校1年生の中で、うん、いよいよ花の高校生活だね、緊急事態宣言が出まして、うん、中学の方も、一気に卒業もちょっとちっちゃくなったりですとか、うん、入学も実際に投稿したのは6月っていう、なんか2ヶ月間ずっと家に閉じこもってたりとかっていう中で、やっぱ、なんですか、思春期と言いますか、なんかやりたいけどできないんだよな、みたいな、そういう葛藤というのもありますし、自分がその社会の広くさというか、うわーっていう、いろんなそう感情がうごめいていく中で、それをなんとか表現というか、表現という形で、過去の自分に大丈夫だよという、というか今はだんだん明るくなってるよというか、うん、そういったものを伝えたいっていうのもありますし、うん、あと実際今2020年から24年の、ポストコロナっていう中で、実際にそうコロナウイルスっていう疾患だけの問題じゃなくて、いろんなことが起きたと思うんですね、世界中の中で、災害ですとか紛争ですとか、その人権運動ですとかっていう中で、自分の中日常生活に加えてそういったことが世界で今起きているっていうことをすごく当時、敏感に感じていたと言いますか。なので、今回の個展では自分の当時の日常生活から世界規模 の、 その社会問題とかそういったものを取り上げて、表現したのが今回壊れた窓からという個展になります。そうですか。じゃあ、その絵は、明日からの展覧会で見ていただくということでよろしいですかね。はい、皆さんぜひお待ちしてます。そうですね、はい、今後についてはどのように考えていらっしゃいますか。そうですね、今大学で海洋学、海を学んでるんですけども、将来もその海系統の職業に関わっていきたいなと思うんですけども、海の、はい、はい、
ただあの職業にとらわれずにね、あの表現家としてずっと自分の表現を続けていって、うん、その表現を通してあの皆さんにですね、絵ですとか、ちょっと芸術作品を通していい影響をポジティブになれるような活動はずっと今後継続していきたいと思ってます。そうですか。はい。明日からの初の個展成功をお祈りしていますよ。ありがとうございます。はい、お祈りしてます。はい、今夜は表現家の佐藤智之さんにお越しいただき、さらなる表現を求めてをテーマにお話を伺いました。佐藤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ここで、私たちラポアからもお知らせさせてください。ミカちゃん、チラシが出ますでしょうか。はい、出るかな。これですかね。やっぱり見ないと。まあ、見てました。来月12月22日日曜日の18時から狛江市のカフェ鶴の音さんでクリスマススペシャルジャズライブがあります。弦の音と書いて鶴の音と呼ぶカフェです。スタンダードやオリジナル曲、クリスマスソングで楽しく過ごしませんか。詳細はカフェ鶴の音で検索してお店のホームページをご覧ください。ご予約をお待ちしております。ということで今宵の一曲です。今夜は私たちラポアのオリジナル曲でプリンスムーンをお届けします。かちゃん、今度は動画の準備をお願いします。大丈夫でしょうか。はい、忙しいね。忙しいですね。いけるかしら。いけると思います。はい、共有。はい、はい。
りました。はい、今夜のマーカのおしゃべりサロン、いかがだったでしょうか。最後までご覧いただきありがとうございました。またお目にかかります。それでは皆さん、ごきげんよう。さようなら。さようなら。さようなら。ありがとうございました。さようなら。さようなら。